はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども遺留分侵害額請求について解説いたします。この遺留分とか遺留分侵害額請求っていうのは、どういったものなのかというと、残された家族のために相続財産のうち一定部分、最低限度ですね、最低限度を取り戻せる制度を言います。例えば私が財産を持っていて、私が死亡した、そうすると例えば私の子供だったり配偶者さんいたと仮定したら、子供だったり配偶者が相続財産のうち最低限取り戻せる部分、これが遺留分なんですね。これどういうことかというと、例えば私が遺言によって私の財産は第三者に遺贈する、こういう遺言を書いてしまった場合、私の財産はその第三者に全部いっちゃうわけですよ。そうすると子供だったり配偶者っていうのは全く相続分受け取ることができないってなっちゃいますよね。そうなるとかわいそうだから、相続人については一定の財産だけは保証しましょう、だから後で最低限は取り戻せますよ、そういったルールがあるんですね。それが遺留分だったり遺留分侵害額請求と呼ばれるもんです。で、今お話しした最低限度、これが遺留分で、最低限度を取り戻せる権利、これが遺留分侵害額請求権になります。で、この遺留分を有する人って誰なのか、つまりこの遺留分侵害額請求権を持つ人っていうのは誰かというと、兄弟姉妹以外の相続人です。これつまり私が死亡した場合、私の兄弟姉妹っていうのは遺留分権者ではないんですね。遺留分を持ちません。つまり私が遺言で私の財産を第三者に遺贈するっていう遺言をした場合、私の兄弟姉妹っていうのはその第三者から一部取り戻す、遺留分侵害額請求権を行使して取り戻すってことはできないよっていう話なんです。なので、できる人で言うと、例えば私の子供だったり、私の配偶者だったり、私の父母、父親、母親だったり、そういった人ですね。代衆相続も含みますんで、私の子供が私が死亡する前に死んでいると、亡くなっているというのであれば、私の孫ですね。私の孫が遺留分権者になりますよっていう話です。じゃあ、遺留分ってどのくらいの金額なんですかというと、これ計算式があります。つまりこの最低限度っていくらなのかってことですね。これは遺留分率かける法定相続分の割合、これで計算をすることができます。これ見るとちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、それほど難しくありません。遺留分率っていうのは2パターンあって、もう基本的には2分の1なんですよ。基本的には2分の1で、例外的に直系存続のみが相続人の場合だけ3分の1なんですね。つまり直系存続のみが相続人だった場合の時だけ注意をしてください。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけども、 X、これ私と仮定しましょうか。私が死亡して相続人は父と母しかいなかったと仮定します。子供いない、配偶者いない、そういった状況ですね。父と母のみが相続人ということは、直系存続のみが相続人なので、まず遺留分率は3分の1ですね。これ3分の1になります。で、続いて父と母の法定相続分の割合っていうのは2分の1ずつですよね。つまり3分の1かける2分の1をして、6分の1ということになります。そして私が6000万円の財産を持って、死亡したというのであれば、6000万かける6分の1で1000万、6000万かける6分の1で1000万というふうに計算をすることができます。で、もう少し分かりやすく言うと、ここの間ですね。ここの間に、被相続人の財産、かける遺留分率、かける法定相続分の割合と考えていただいた方が分かりやすいかもしれないです。つまり、6000万円にまず3分の1をかけるよ。そうすると2000万円になりますよね。で、2000万円から法定相続分の割合をかけますよ。つまり、2分の1、2分の1ですよね、法定相続分は。だから2000万円に2分の1をかけて1000万、2000万円に2分の1をかけて1000万というふうな感じになります。で、続いて私がいて私の配偶者がいる、
で、私には子供が2人いる。まあ、こういった具体例を考えます。で、この場合っていうのは、相続人っていうのは直系存続のみじゃないですよね。配偶者もいれば子供もいるということだから、その他の場合だから、遺留分率は2分の1。で、2分の1に対して法定相続分の割合をそれぞれかけていくという感じです。配偶者っていうのは法定相続分の割合2分の1ですよね。つまり2分の1かける2分の1だから4分の1です。例えば私が6000万円の財産を持っていたというのであれば、6000万円に4分の1をかけた1500万円が遺留分です。で、子供について言うと、子供も2人合わせて2分の1が法定相続分の割合ですよね。つまり2分の1かける2分の1、4分の1、2人で4分の1です。で、さらに子供っていうのは2人いるわけだから、それを2つに分けるわけだから、8分の1ですよね。つまり6000万円の8分の1は750万円ずつになりますよ。といった感じです。これも、先ほど言った通り、私が持っている被相続人の財産ですね。財産かける遺留分率かける法定相続分で計算するとこれが出てきます。6000万円かける遺留分率は3000万円ですよね。で、3000万円に対して法定相続分っていうのはこれそれぞれ4分の1ですよね。配偶者が2分の1持っていって子供は法定相続分の割合は2分の1です。なので子供全体の遺留分っていうのは1500万円ですね。これに2分の1かけて1500万。さらに子供2人いるわけだからそれをさらに分けて750万円ずつという感じですね。まあ配偶者の方が分かりやすいですね。6000万円に2分の1 3000万かけて法定相続分が2分の1なんで3000万かける2分の1で1500万円というふうになります。で、もしですね、この法定相続分の割合がわからない方については、別途動画あります。法定相続分の動画ありますので、そちらを先にご覧ください。まあそうじゃないとちょっとこの内容難しくてわからないと思いますんで、先にそちらをご覧ください。まあ内容的にはそれほど難しくないんですよ。まあわかりやすく言えば、法定相続分に遺留分率かけたらいいですよって話です。例えばこの遺留分なしで法定相続分考えてみると、私が6000万円持っていて死亡したというのがあれば3000万が法定相続分ですよね。で、それに遺留分率をかけると3000万に対して3分の1かけて1000万3000万に対して3分の1かけて1000万というように答え導けますよね。これも同じです。この遺留分率考えずに、まあ、最後に遺留分率をかけていただくっていう形でも全然問題ないです。6000万に対して配偶者の法定相続分は3000万円ですよね。半分だから2分の1だから3000万円。それに遺留分率2分の1かけて1500万。これで OK ですね。で、子供についても同じように考えると6000万円に対して子2人で3000万円ですよね。で、3000万円を2人で分けるわけだからそれぞれの法定相続分は1500万です。で、それに遺留分率2分の1かけて750万半分になるという感じです。まあ内容的にはそれほど難しくありませんので、まあ法定相続分かける遺留分率って考えていただければ、まあ答えを導くことできます。ただ注意が必要なのは、兄弟姉妹っていうのは、まあ遺留分経営者になりませんので、この点だけは注意をしていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者の中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいてたった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれどもなかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば短期集中実力アップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。
短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。